幸運をぐんぐん引き寄せる、すぐにマネーができるですね、方法っていうのがあるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。コンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、今すぐ真似したい、こんな家は運気最高ですという話をしたいんですね。家がですね、人生を後押ししてくれること、これはですね、私はいろいろ今まで家作りしてきてるんですけども、実際あるなというふうにして確信しているんですね。そしてそういった家にはですね、共通項があったりするんですよね。これはですね、家が豪華だとか広いとか狭いとかそういったことではなくてですね、家に対する物の捉え方とか扱い方だとか、そういったところでですね、いろんな共通項があったりするんですよね。でそういったことでですね、今回の動画を見ていただいたら、運を高めてくれる家の、ね、共通項というものを知ることができるようになりますので、よかったら、ね、最後までご覧ください。そして、動画の一番最後になるんですけども、今日の、ね、ワンポイントアドバイスという話もしますので、最後まで楽しくご覧いただけると嬉しく思います。はい、そしてですね、このタイミングでチャンネル登録いただける方はどうぞ、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずその1から話をしていきましょう。その1はですね、運が高まる大前提の家っていうのはどんな家かって話なんですけども、一体それ何だと思いますか？このね、私の動画のシリーズをたくさん見てる人はあれかなと思う人が多いと思うんですけども、初めて見る方はね、知っておいてください。まず大前提として大切なのがこれなんです。愛情が注がれている家かどうかっていうことなんですよね。どんな家でもですね、愛情が注がれている家じゃないと運がどんどん高まっていかないということがあったりするんです。例えばですね、私の実際身近にいる仲間とかですね、知人とか、実際家作りをさせていただいた方とか、いろんな方見ててもですね、いろいろあるんですけども、例えば、どんどん幸せに成功していった家族とかはですね、例えば初めは小さなアパートに住んでいた時から、そのアパートの住んでる場所にすごく愛情を注いでいるというようなこともあったりするんですよね。実際私が家作りの設計をさせていただく時に、その家を建てる前は、そういう小さなアパートに住んでいるようなご家族もいたりするんですけども、そういったご家族の中でですね、本当にそのアパートに愛着を持って暮らしているような人たちっていうのは、家を作ることでさらにですね、飛躍してですね、どんどん運が良くなっていったりするっていうのを見てきたりもしてるんですよね。そういったところからもですね、今住んでる場所をどれだけ愛情を込めて愛着を持てるかということは非常に大切なんです。特にですね、火葬とか風水っていうのは、住んでる家が嫌いだとですね、今日のエネルギーを増大しやすくなるっていう側面があるんですよね。逆にですね、家が好きだと、例えば、家の間取りがですね、ちょっと悪かったりとかしても、その競争の間取りでもですね、影響を受けにくいっていう傾向があるんです。ですからすごくね、根本的に家のことが好きになろうとする努力をしているかどうかということは、その家に対する居心地とかですね、風水とか火葬に及ぼす作用が変わってくるんだということなんですよね。はい、ということでですね、もしあなたが今住んでいる家がですね、嫌いとかあんまり考えたことがないという人は、少しでも好きになるっていう努力をこの瞬間してみようと思ってですね、家の中、ここの部分1ミリでも好きなところがあったら、そこを好きになるっていうような形でどんどん好きになる領域を増やしていくということをね、やっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、その次、その2は何かというとですね、好きなもので身を固めるてるような家っていうのはですね、とってもいい運気を流してくれるんですよね。例えばですね、どういうことかというと、家の中のものっていうのをですね、意図して一個ずつチョイスして大切にしているかどうかっていうことなんですよね。ダイニングテーブルであったり、椅子であったりとかですね、それ以外にもいろんな家具とかですね、インテリアとか、カーテンとか、いろんなものをですね、一個一個本当に自分が吟味して、これいいな、大切にしたいなと思って集めたようなもので身を固めているかどうか、家自体がそういったもので構成されているかどうかっていうようなイメージを持ってもらいたいんですよね。この業界でね、とっても有名なこんまりちゃん、片付けの魔法のですね、今全世界でもすごく有名になってますけども、近藤麻理恵ちゃんがですね、言うのはですね、そのものにときめくかどうかって話をよくしてるんですよね。あるものを手に抱いて、そして胸にギュッとした時に、それがときめくかどうかで、そのものをですね、身の回りに置いておくか、それとも、手放すかっていうことを考えたりするという話があるんですけども、私も全く同感のところがあってですね、住んでいる家自体も、ときめくようにどんどん高めていったりすることも大切ですし、このその2で話しているように、身の回りに置いているものがですね、基本的に自分
分がときめくかどうかっていうことをイメージしながら置くっていうのは非常に大切かなというふうに思います。そしてですね、ときめかないものがある場合ですね、感謝をして手放すということがとても大切になるんですよね。このね、感謝をして手放すということが、ポイントなんですよ。いらないなと思ってポイッと捨てるんじゃなくて、今まで家にいてくれてありがとうねって言いながら手放すっていうようなことをするんですよね。でそういった時にですね、いろいろご質問いただくんですけども、なかなか物を捨てることができない、パートナーがいるとか、自分自身がそうだっていう方もいたりするんですけども、このね、よかったらときめくかどうかで手元に置かないっていうことを家族で話し合いながらやっていくのもいいんですよね。でその手放す方法もですね、例えば、純粋に感謝をした後処分をするという方もあればですね、それ以外には、ガレージセールというですね、段ボールに、処分するものを入れてですね、家の外に置いて、こうそこにですメッセージでですね、現在家の中の荷物を整理中につき、ここの中のものは気に入ったものがあったら持って帰ってくださいみたいなことを書くとですね、だいたい段ボール1箱ぐらいだったら1日ですっかりきれいになくなったりするというのがあるんですけども、そのガレージセールをするとか、あとはメルカリに代表するようなですね、そういったところで転売するとかいうこともポイントになってくると思います。はい、ということでですね、ここで押さえておきたいのは、好きなもので身を固めるほど運気も上がりやすいということなんですね。とても当たり前のことなんですけども、なかなかこれをね、意図してやるっていうのをできていない方も多いと思うので、ぜひねこのタイミングで意識をしてやってみてください。はい、そしてその時その3の話をしましょう。その3はですね、運気を上げてくれる家っていうのは空気の美味しい家っていうのがあるんですよね。これね結構ポイントなんですけど、家の中が匂いがするのか、それともいい香りがするのかということなんですけど、これですね、残念ながら自分の家の匂いとか香りっていうのはなかなか把握しづらいっていうことがあるんですよね。逆にですね、他の人の家に行った時にその家がいい香りがするのか匂いがするのかって本当に、多くの人は敏感に察知するんじゃないかと思うんですけども、それはですね、他の人が、我が家に来てもらった時にも同じように感じてるんですよね。でその時にですね、いい香りなのか、それとも匂いなのかっていうことなんですよ。例えば私は普段家の設計してるので、まあ、新築をするなら天然素材を中心に家を作るというようなことをやるんですよね。例えば、床にですね、ムックのフローリングっていうのを使ってですね、そして、そこの上には膜を作らないタイプの浸透性のオイルを塗るとですね、すごく 木とかですね、あとはオイルからいい香りがずっと持続するということがあったりするんですよね。例えば新築の家の場合だったらそういったふうにしてですね、天然素材をうまく使うというようなことはできるんですけども、すでにですね、今の家に住んでいるとか、今の家から引っ越す予定がないというような方の場合はですね、やはりこういったですね、ここで書いているようにアロマとか、お香で強制的に香り付けをしていくということをしてもらいたいんですね。これね、アロマとかをですね1ヶ月間ぐらい毎日炊いたりとかしていったりとかすると、アロマはずっとあれかな、お香か、ごめんなさい、お香の方は毎日炊いていったりすると、その香りがですね、その場所にちゃんとついていったりするとかですね、まあ、アロマの場合は、ずっと、まあ、置きっぱなしでもいいと思うんですけども、そのアロマでずっとそこの家の香りをですねこう定着させていくっていうような感じでしょうかね。そういったことをですね、やっていただいて、ぜひですね、美味しい空気にするっていうふうにしてほしいんですよね。でこれね、空気が美味しいと何が起こるかというとですね、脳の中で快適の快っていうふうな感じの判断を、ダイレクトに起こすようになっていくんですよね。香りっていうのは直接脳に働きかけて、脳が快か不快かっていうのを判断するようになってるんですけども、家の中の空気がとっても快っていう状態で脳が判断したらですね、とても物事を判断するのがクリアになってきたりするんですよね。で物事を判断するのにクリアになればなるほど、もちろん、幸運を引き寄せやすくなるっていうのは容易に想像つくと思うんですけども、とにかく自分の脳の状態をクリアにするっていうことがここではポイントになってくるわけなんですね。はい、ではですね、その次のその4に行きましょう。その4はですね、家の性格とか資質を理解して上手に使いこなすっていうことがね、すごく大切なんです。これはですね、どういうことかというと、例えばですね、風水とか火葬でですね、完璧な家ってあるのかって言われると、もちろん精密にやっていくと完璧に近い家はできたとしても、完璧な家っていうのはですね、どちらかというと、まあ、世の中にほとんどないわけなんですよね。一から作るときにはある程度そこに近づけることはできますけども、既存の家に住んでいる場合はですね、そういう完璧な家っていうのは、まあ、ほとんどないと思っていただいたらいいと思うんですよね。ただこのように言うとですね、
そんなにないんだったらしょうがないなと思ったりする人も出てくるかもわからないんですけども、ここでね考え直してほしいのはどういうことかというと、人に例えてほしいんですよね。完璧な人っていうのがいるのかどうかっていうことと一緒なんです。どういうことかというと、家にもですね、性格とか、資質、短所とか長所があるっていうふうに思ってもらいたいんですよね。ですからここで何が言いたいかというと、家のですね性格、短所長所を把握してうまく付き合っていくっていうことがポイントなんだということをね知っておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。そしてですね、どんどん運が高まっていく人とか、運が高まる家になっている人っていうのはですね、家とそういう付き合い方をすることができるから、より良くなっていってるっていうことがあるんですよね。じゃあですね、それどうするのか、どうやったらできるのかって話だと思うんですけども、メインはですね、ラッキーアイテムとかラッキーカラーで、デメリット、家の中の、短所ですよね、短所をできる限り解消させるということができます。ラッキーアイテムやラッキーカラーについては別の動画で詳しく述べているので、それを見てもらいながら各方位のラッキーアイテム、ラッキーカラーをうまくねここで使っていただけたらなというふうに思います。それ以外にでもですね、すごく大切なやり方なんですけども、電磁波とか地磁気の狂っている場所を調べておいて、そこに長居しない工夫をするっていうのもですね、とっても大切なんですよね。家の中っていうのは全てが気が整っているって言えて少ないんですけども、逆に家の中で気が整っているところと整っていないところっていうのがあったりするんですよね。で、それをですね、しっかり、調べて、そして、その狂ってるところで長居をしないようにするっていうふうに、することでですね、体調不良とかですね、いろんなものを引き起こさないようにすることができるんです。そういう工夫をすることで、運気を、下げづらくするっていうことが可能になってくるんですよね。じゃあそれどうやって調べればいいのかっていうことがあると思うんですけども、これもね別の動画で詳しく述べているので、それを見ていただいたらいいと思うんですけども、手短に言うとですね、コンパス、がありますよね。方位地震ですよね。100円ショップとかで売っている方位地震を買ってきて、そして、北を向いている場所がですね、どこかどういうのを見ていくんですよね。その時に北の方向じゃなくってぐーっと向きを変えるような場所っていうのがですね、地磁気が狂ってたりとかするようなエリアがあったりするんですね。ですから、例えば地磁気の場合でしたら、そういうふうにして見立てていく。電磁波の場合は、別の動画でも詳しく言ってますけども、例えばコンセントのそばとかですね、家電製品のそばとか、そういったところで長居しないような工夫をするとかいうふうなことをやればいいというふうに考えてみてください。そういうふうにしてですね、家の、長所短所をうまく活用しながら家とうまく、付き合っていくということがですね、運気の上がる家の特徴、運気を上げる家の使い方だというふうにして、捉えてみてください。はい、そしてですね、その後最後なんですけども、幸運を引き寄せる最後のピースっていうのがあるんですよね。これは何かというとですね、いくらですね、最高の間取りだと言ってもですね、もちろんね運気アップしやすくなるんですけども、ただですね、それだけだったらですね、実はダメなんですよね。というのもですね、実は最高の間取りとかがあったとしても、あることが伴わないと幸運というのは発動しないっていうのを、これをきっかけに知っといてほしいんですけども、それは何かということなんですけども、それはですね、一言で言うとこういうことなんです。その家に住むあなた自身の前向きな動機があるかどうかということなんですよね。その家を楽しく、住みこなすとかですね、そういう発想がないと、幸運を引き寄せる間取りだとしても響いてこないということなんです。これすごい大切な話なんですよね。例えばですね、家は帰って寝るだけのための場所とかですね、あんまり家が好きじゃないとか、仕方なく住んでいるっていうような感じっていうのはですね、どれもですね、幸運を発動させる要素がないっていうことなんです。ですから、いくらこういう状態で玄関掃除したりとかトイレ掃除したりとかしてもですね、こういうことが当てはまってたとしたら、幸運は発動しにくいんだということを知っておいてください。じゃあですね、どういうふうにしていくかというとですね、どんな幸せを、その家に住みながら手に入れたいかということをね、ここでね考えてもらいたいなというふうに思います。例えば、どんなことかというとですね、日々、家族がみんな笑顔になるとか、ビジネスでどんどん昇進して、プライベートも充実するとかですね、経済的自由を入れるようなライフスタイルをこの家でエンジョイするとか、家族とか周りの人間関係を含めて良好な人間関係を築くような、生き方をこの家を通じてやるとか、あとは健康で、生き生きとしてですね、長く生きるということをイメージするのかとか、そういったこと、どういったことでも構わないんですけども、とにかくですね、大切なのはどんなことでもいいので、
前向きな動機をよかったら書き出して、そして常にそのことを意識するということをしてほしいんですよね。そうすることで、いろんな意味で流れができてくるということなんです。ということでですね、最後ちょっとまとめますけども、今日お伝えしたその1からその4を整えてですね、そして最後にその5の部分をですね、しっかり意図すると、どんな家でも運気を高めてくれる場所になりうるんですよね。ということでね、ここ本当に大切なところなので、とにかくコツコツ一つずつ実践してね、実感していただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、今日の動画はこれで終わりますけれども、よかったらね、今日の感想をコメント欄にどしどしお寄せください。毎回ですね、すごい楽しみに拝見していますので、よろしくお願いいたします。あとは質問がある方もですね、コメント欄からお寄せください。質問にお答えできないときはですね、動画にまとめてまたお伝えするようなこともやってますので、よろしくお願いします。あとはですね、LINE で個別相談にも載っています。概要欄にですね、LINE の URL も貼ってますので、それをポチッと押して友達申請してみてください。はい、ということでですね、最後の方になりますけども、チャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録を押していただいて、グッドボタンがまだの方もよかったらですね、こう押しておいていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日の話はこれで終わります。今回のワンポイントアドバイスという話をします。ワンポイントアドバイスはですね、家に愛情を注いでいなかった人は家に愛情を注ぐということをやってみてください。その手始めにですね、家に、挨拶をするとか、家に感謝の言葉を直接述べるということをやってみましょう。例えば家から出かけるときに、家に対して行ってきますと言ってですね、帰ってくるときに家にただいまっていうふうにして言ったりとか、あとは、例えば玄関掃除しながらいつも玄関ありがとうねっていうふうにして言ってみるとかいうところからスタートしてもいいと思うんですけども、とにかく愛情を注ぐっていうことがですね、ものすごく大切になりますので、そこをね、ぜひ意識してやってみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。